そちらです。せいやですらっしゃい。さあせいやさん、本日は、ロッテリア、ほんまに気抜いてないか。気抜いてないよ。お前を今日は感謝やこってりなロッテリアで応援した。はい、いやロッテリア久しぶりなんですよね。前やったっけ。いやもうだいぶ前、1年ぶりとかじゃないですか。俺一番好きロッテリア。あ、そう、うん、ロッテリアはねチーズ糖に優しいやろ、とにかく。あ、そうなんや。俺あんま食わんから。 300% とかなんかエグいやつある。チーズのやつ多いね、ロッテリア。それがエグすぎる。うまっしょ。俺も大学の近くにロッテリアあって、うん、よう通ってたんや。あ、うま。その頃はうまかった。いや、うまいよ変わらずうまい。いや、わからん。近畿大学の時はうまかったんですけど、あってかたい。パーティー開けせえへんのさ。そうね、ハンサなんで。わかったよ。はい、もうそのチェーンやから安心してるとか、もうみんな当たり前みたいに買うから大丈夫やろみたいな、そんなを全部包み隠さずですわ。もう開けていきますよ。隠さず皆さんの暴露していく、めくっていく。そう、めくっていきます、皆さんの代わりにね。不思議にどこに行くの。ティラノチキンバーグアメリカのお母さんか。アメリカ人のお母さんか。早く寝ないと恐竜食うわよ。おい、アメリカ人のお母さんどこやったやん。おい、さあ今回もですね、どういう分け方粗品さんにはまあウーロン茶でも飲みながらちょっと観戦していただきます。いらんな。ダイエットしてますよね。ありがとうございます。どうぞ。お前こことか触りすぎるか人に刺すストローにしては2回くらい触ってたと思う。ここ行くぞ。今日も監査のためのサラルー。いらんねん。お前の健康のためやろ。やめたらええのに監査。よーし、インノードレッシングで食うんやろ苦行やうまないって。いや意味ないでそれ、正直なあ。食うな、何にも。落ちたコーンも食べまーす。食べるやつおらん、落ちたコーン。いや、そんなな、もう炎上せえへん、そう。ほんまに食うた。貸し会議室に落ちたコーン。汚いで貸し会議室。うん。土足やしな。コーンも甘い。気をつけ。うん。普通やろ。ロッテリアで、ソシアさん。はい。一番好きなバーガー何なんですか。バーガーはあの背徳感 400% チーズバーガーってあるな。えくいのに、それと伸びるチーズスティック、やばすぎ。チーズが好きな人はロッテリアなんや。そう、うますぎる、ほんまに。いや、このティラノチキンとか、あとそれ知らん、知らないでしょ。エビバーガー、うわ、知らん。ヤンニョムチキンバーガーってあります。そんなんあんの今。そう、出てんのよ。全く知らんよ。ちょっと新しいね、好きなバーガーに今日出会えるかもしれません。はい、いきまーす。じゃあまずはティラノチキン。これ確かに関西は知らんもん。あ、はい、でナイス、ナイス。おー、なるほど、いい関西。どうですか、素晴らしい。この何がティラノなんか全く分かんないですけど、まあその重圧感とかボリューム感が恐竜ぐらいのパワーなのか、はいはいはい、チキン、チキン。そしてソースはオーロラソースみたいな、うん、いきます。そんな買うのはならない。うまそう。パンとチキン合うんでしょうか。揚げてあります。いただきます。合うな、一番あ、うまそう。お、無言でもう一発。せーの、うまいんかいせーのでっかい声ちぎって食った。うまい。これはうまいな。おお。ほんまに。なんでしょうね、名前。ティラノだっけ。ティラノチキン。ティラノよ。これ何？
で、あのさ、テーマパーク、ディズニーとかさ、ユニバで食べるターキーレッグみたいなのあるやん。あるな。あれぐらいの、ちょっとハードな。え？うんま。うんま。えぇ、ー、いや、これ食ってほしかったわ。いいね。恐竜、ほんまに。何これ、めっちゃいいやん。なんかチキンやのに、ほんま牛ぐらい、おぉ、食いプリがなんかね、すごい食い応えが食いプリはほんまやろ、食い応え、すごいうまっ。いいね、すいません、気に入った。これ、関西今まで結構してきましたけど、かなり1位。え1位出ためっちゃうまい。今花粉症でリアクション半分ぐらいになってるだけでめっちゃうまい。ほんまもっとうまい。そう、調子悪いだけどめっちゃうまい。鼻も詰まってたりするのに。そう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 、めっちゃうまい。え、もっとなんかな、辛いバーガーとか食ってお前大騒ぎしてたで、うますぎるわみたいな。それやばい。1番みたいな言ってたで前1番。ほんまにティラノになる、皆さんなってください。ほんまに歩き方俺こうほんま前になりそうやもん。ええわ。さあ、はい、山本まさみか。山本まさみさんやってた。あ、なんでやつよ。今日の催眠術とかコロッケさんやろ。山本まさみさんで覚えてる。さあ続いてヤンニョムチキンとエビバーガーどっちがいいですか。いや帰ってこへんって。黙れやアンチ。アンチからの声届いた。アンチからの声が届いた。頼むぞ。ユーザーの声100、アンチの声1つ。通りやすいのはアンチなんです。皆さんもっともっと応援してください。続いてヤンニョムチキンバーガーいきます。もうめっちゃ花粉症やの。チーズ脳みそゼロでずっと喋ってる。粗品さんのチーズ。あ、チーズ、はい、こちらありますから。どういうこと。粗品さんのチーズありますから。粗品さんがね、さっきから言ってるチーズありますよ、これ。いや、うわヤンニョムチキンか。ほい、あんまよく分かってんけど、ヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン最近流行ってんのかな、結構。韓国鶏、韓国の味付けなのかな。いただきます。また鶏や。うまいか。どんな味なの。せーの、わかるー。わからんか。せーので言われへんで、それ。あ、正直やな。ちょっと、あ、うわ、後からうまいんかい。後からうまい。そんなバーガー嫌やな。最初わからんで。あ、チーズうま。チーズやな。いや、粗品さんこれチーズめっちゃうまいっすよ。白いチーズやろ、ほんで。ロッテリアのうまいよな。し、これ食べてほしいな、クリーミーで。もうチーズというか、もうほんまシチューみたいな、ほぼ。わ、ミルキーな。ええな、ええな。うまい。でも、ヤンニョムチキンがね、わからん。ちょっと、そう、甘いな。なるほどな。だから僕、甘いの苦手なんで、味付け的には完全にティラノです。ほう、ティラノはどんな味付けなの。え、ほんまにうまいんやん。今うまっ。うまい。意外やもん。マジでうまいわ、これ。これマジで食ってください。何これ。肉の。これどうやってんやろ。食べた時の肉の、まあ、重圧感というか、なんか鶏と思われへんな。ステーキ肉ってみたいな。味付けもそういう。じゃまさに恐竜をイメージしたまだ言ってきんバーガーなの。ヤンニョムチキンも、ね、いや、ちょっとダントツです。おお。最後、エビバーガー。エビバーガーはな、もう他店で散々味わかってるから、はい、まあ、あとまあ、多分ちょっと蜜食いきれないんで、うん、これはすいません。またあの、スタッフさん、誰かいただいて、えYouTube のコメント欄に書いておいてください。うち食べきれない分もやらないんで。あ、すごい正直。はい、はい、正直。コールド勝ちや。じゃあティラノ。はい、ティラノの勝ちです。完食宣言いたしますんで、また皆さん、監査。そこのお前、そこのお前か。お前日本帰ります。
やないか。なんでかって言ったら、なんでな。お前らに、ほんまに、会いたいから。お前らに会うためだけ、それだけやねん。そうなん。それだけのために俺やってるから。あ、そうなん。うん。それだけのために日本でまた感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録、お願いします。